はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。通称、カンナでございます。それでは本日よりやっていきますゲームはこちら。ゆるゆがごとくゼロをやっていきたいと思います。ちょっと待ってね。ゲームを持ち上げようかな。はい、OK です。やっていきたいと思います。いやー、竜がごとく極み自体はね、だいぶ前にね、やったんですがね。ちょっと待ってね、コントローラー接続。接続が悪い。いけたかな？いけた。じゃあやっていきましょう。最初からで。戻ったな、私も。最初からで、決定が×ボタンね。これか。難易度はまあ、ねえ、私となればノーマルでしょう。うちの立ち位置大丈夫かな？アニメーションだったら消えるけど。消えるな。あ、違う。うちじゃないのが消えた。キリュウちゃん若いね。もうやめてくれ。もう。この街で喧嘩運ならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるときは特にな。ちょうどあれだね、バブルのあたりの時代の話だね。ああ、ガスリそうだね。1988年ってバブルの最盛期ぐらいか。極みよりだいぶ前の話。エミちゃん、まだいいじゃん。こんな時間、サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。おい、てめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、いや、そのどうも、すみませんでした。派手だね、キルちゃん。
よう、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まあ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。まあ、もらえるもんはもらっとこうね。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。あ、ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。お疲れ様でした。はい。金貸しが偉そうに。もうちょっと離れてから言おうぜ、ヒルちゃん。めんどくせ。わあ、時代だ。時代を感じるぜ。すっげえ時代を感じるぜ。タクシー用具に回すちらつかせて。あー、バブルだね。バブルだね、ディスコだね。すげえな、こういう時代もあったっていうのがすげえよな。キミちゃん、とりあえずさ、帰り中吹こうね。そう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 、身だしなみ。身だしなみ、身だしなみ。いいの、いいの。いいんだね。キリュウちゃんがいいならいいよ。なんか良くなくて洗ってくれてる。よかったよかった。身だしなみね。まあ、ピンクだね。ポケベルだね。時代だね、ポケベルだね。ポケベルもう使えんかな、今の時代。
ああ、大将、杯の掟ね。うちが出るタイミングないな。私が顔を出せるタイミング、どこやろな。とりあえず、ムービーが終わる前、とりあえずな。出てけへんけど。認識と待ち合わせ、この辺りでさ。あいつまだ来てねえのか。一瞬音止まるな、ごめんな。うちがポンって出るけどね、ポンって出ました。この辺持っていいかな。おらしてな、ごめんな。まだ来てねえの、あいつ。何知ってるか聞いてあげるな。ああ、そうそう、語呂合わせでね、メッセージが言うと、ポケベルだね。懐かしいね。ポケットベルだよ。仕方ない。少し錦を探して回ってみるか。あ、動ける錦を探せ。いやー、ティップさん、キルちゃん走れるよ。キルちゃん走れる。やっとメール来てる。待って。所持品とか、あ、違う。ドリームマシンって何？装備品とか別に持ってないもんね。ポケベル来てるね。どこめ、あ、何してるか。これだけでよくわかるよね。なんかいっぱいあるんだね。あ、そうそう。あれでしょ、なんかっていうか、PV とか、内容はあんまり知らんねんけど、このゼロって。あれでしょ、あれでしょ、マジマの兄さんと、この若かりし頃の二人を、キルちゃんの二人を操作してさ、やれるんでしょ。公衆電話ですよね。公衆電話どこ？あ、公衆電話行き過ぎてるよ。セーブしたいな。公衆電話だ。調べよう。じゃあセーブしようっと。新規。あ、もうセーブできたん？あ、もうセーブできてる。日付バレる。やだ、恥ずかしい。やだ、恥ずかしいわ。やべえ、そうだ、いやー、ごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。操作慣れねえなーって思ってな。久しぶりの龍が如くやけんさ、操作慣れないなって。あ、何絡んでんの？おっと。ほら、早く金貸せって。後で返すっつってんだろうが。後で返す、返さないでしょ。困ります。だよね。勘弁してください。ねえ。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。出せ、バナナ巻いてんな。誰か助けて。助けるよ、キルちゃん。うちの島で勝手な真似しやがって。調子に乗ってバカしでかさねえよう、ちょっと懲らしめてやるか。わかった。走れる、キルちゃん。あ、誰かこっち来んぞ。黄色いバナナ、ダッセーな。ダッセーバナナ。なんだよ。見てんじゃねえぞ、俺。服と合わせてるんだろうね、この。おい、ヤクザじゃねえのか、そいつ。どうも。バカ。ヤクザったって。年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。もうくぐったとかが操作する。お前らこの町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。戦おうというのかね、この我々と。舐めないでほしいわ。久しぶり。四角連打でラッシュコンボね。あ、でもスタイルはチンピラか。オッケー。それで、あ、掴みしちゃった。そう、これ、パッドやけんね。ボタン入る。あ、違う。いやー、回避になってる。掴みになってる。あ、ちょっと待って。これか。わかったわかった。ボタン配置が違うんだよ。一応プレイ法のコントローラーやけどパッド扱いになってるから違うんだよ。ラッシュで。そういうわけ、丸が四角になったよね。丸が四角になってるから頭がこんがらがる。で、三角でフィニッシュブローね。三角でフィニッシュブロー。三角の配置は一緒なんやな。なんで若干変わってるんだろうと。そういうことだよ。こういうことだね。オッケー。大丈夫、大丈夫。丸と三角の配置がちょっと変わってるけど、キーコンフィング見えないのか。キーコンフィング。はい、失敗しました。すいません。これで、設定で、ボタン設定コントローラーね。弱攻撃を、三角じゃなくて、違う。
四角にして、掴む終わる。あれあれなってんな。あれなんでや。なんでだろう、合ってんな。合ってるけど、やっぱあれやな、パッドやけにちょっと変わってる。そういうことだわ。体力系でだいぶ食らっちゃったよ、バカみたいに。まるで、掴みね、掴み、掴み、丸が×になってる、丸が×になってる。今、ええわ。どうやって投げよったっけ、やべえな、どうやって投げよった、うちで。いやー、だから×。まるで投げるけど、まるで投げる。まるで掴んで、まるで投げると、OKOK。まるで取れてる。同じなんだけど、OK、指南が終わりましたね。了解でした。反撃も可能と。OK、舐めた口叩いたやつらに、制裁を加えてあげますよ、いいよっと。あ、ヒートアクションないんだと。あ、そうか、まだヒートがないんか。掴みばっかりしてごめんなさいね。お金だ、お金だ、お金だ、金、お金がある。あ、ごめんな、強攻撃ばっかりしてる。違う。弱攻撃やと思って、強攻撃。あー、罰が違う。配置、ボタン配置になれない。ごめんね、ボタン配置になれないわ。やべ、キムちゃん、こんなバンドの集団に負けるわけねえじゃん。やだよ、こんなバンドの集団に私負けたくない。絶対に嫌だ。こんな脱製バンドに負けたくねえんだけど。な、西山、オッケー、西山の名前が消えてたかもしれない。投げてやるっちゅうの。はい、とっしゃい、はい、はい。楽しい。めっちゃお金もらえる。バブルだね、こっちも。あっちもこっちもバブルだね。待ってな、一瞬止めて、一瞬消えるな、ごめんな。ムービーのために消えるな。相変わらず容赦ねえな。あ、認識ちゃん。おめえ、いつまで経っても来ねえから。待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。登場会直系堂島組若衆認識。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩っていいじゃん。おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。分かった。久々にオールで付き合えよな。オールしんどいね、キルちゃん。いいんだ、若いね。あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ、錦。怖かったね、若者。私も怖かったよ、あって言われた瞬間黙っちゃったよ。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。ああ、バッチグーよ。まあな、これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな、あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっとくさ。本当？へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見え張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は
車のエングレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ、この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全てだ。ち、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。もう動ける、動けるよ、動ける。タッチパッドじゃないの、全体マップどれ。あ、これか。ポーズメニューでもいいんだね。ポーズメニューってか、オプションじゃなくてセレクトボタンでいいんだ。あ、でも行けるとこ少ないね。あ、飯屋いっぺんあんな。スマイルバーガー行こうぜ。神社なんかあったっけ。あ、でもチャンピオンがバンマップ的にはあれだよね、一緒だよね。特に変わったりしてないよね。 OK だね。じゃあ行こっか。錦ちゃん、ごめんごめん。歩けるね。なに、錦、見て見て。ねえ、50万。気をつけろよ。ごめん。ごめん。いや、50万の服ってどんなに耐久性がいいのかなって思って、ごめんなに、錦。この辺りの店、ちゃんと出入りしてるか？サービスしますよ。当たり外れも含めて、何でも知っとかねえとな。サービスしてくれるらしいよ。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。本当？何先輩か。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。お金があるからね。そう思わねえとやってられねえだろう。確かにね。キリちゃん、相槌ぐらい。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。何も言ってないやん。まあとにかく今日は俺のおごりだ。認識、何も言ってないよ私。でもたまには楽しめ。いいな。分かったよ。あ、ヘベレケ。ヘベレケ。何すんだよ。ヘベレケにぶつかっただけだよ。錦にぶつかったわけじゃないよ。あ、ヘベレケ。どこの店行く？うちな、どこがええかな。うちバー自体行ったことないけんな。遠いよ、店。店遠いんかな。おい、キリュウ。はい。何？ぶつかった？ぶつかってねえ。おめえがぶつかったんだろ。おい、認識。お、ごめんなさいね。体幹鍛えろ、認識。なんだ？喧嘩か？また喧嘩？暇だね。らしいな。暇してんだね。なあ、酔っ払ってんね、お互い。おい、邪魔だ。道開けろ。酔っ払いたちのデュエルだからな。なーに、兄ちゃん。こっちゃん、なんか文句あるんか、こっちゃん。今、大事な話してんら、お互いシラフじゃねえのに、大事な話ってなんだろうな。おい、おっさん、関係ねえやつ話してんじゃねえ。いや、お互い酔っ払ってんな。おっさんってなんだよ、こんなやろ。おめこそガキってなんね。あ、兄ちゃん、やりやがってね、ガキ。すごいな、人って言うとここまで行くよな。戻した。向かってこいよ、おっさん。錦やっちゃう？ダメだ。全然周りが見えてねえな。めんどくせえ。別の道か。いやー、こじ開けようよ。いや、もっと手っ取り早い方法がある。あ？そうだよ。周りが見えねえってんなら目覚まさせてやるさ。少し手洗いになるけどな。そうだよ。拳があるじゃん、錦やな。錦見てるだけ？なんか相変わらず面倒見がいいっつうか。いや、見てるだけ、錦は。戦おうよ。なんで二人揃ってこっちに標的向けんの？なんだってめっちゃ邪魔すんな。関係ねえの引っ込んでるれ。そうかい、そうかい。いや、まあ、やりますけどね。
ヒート、あ、出ました、ヒートゲージありがとうございます。サード、セカンド、あー、ギアがあるんだね、なるほどね、仕方ねえなー。あれ、あー、あるね、キヤメキちゃん三角で、掴んで、あ、ごめんごめん、掴め、何とか塩だ、やったぜ。あ、ごめん、塩間違えました、すいません、間違えました違うんですねえ、違うの聞いてよ。あ、塩か、それは違うな、これだ、ボーリング玉じゃないですか。拾って、ボーリング玉じゃないですか、ナイスショーいいストライクだ。R1 で構えるね。あー、なるほど、なるほど。注目があるってこと。あー、ごめん、ガードだった。え注目できる？なんか。ヒートアクションに。いや、まあ、基本、あ、これね、これね。わかったわかった。これ。こういうことね。L1 押し、L押します。すいませんでした。許しまーせん。あ、振り払いよった。遊んでやろうと思ったのにな。なあ、君よ。ほら、お顔を上げなさい。前向いていきなさい。楽しい。酔い覚めた？私は言った。酔い覚めた。すげえ。俺、ここで何してんだ？あんた誰？どうやら酔いが覚めたみたいだな。なかなかやるじゃん。認識見てただけ。飲み屋で歌番組見てて、どのアイドルが好きかっていう話題になって。そうそう、それでわしは翔子ちゃんを誰かがバカにして、頭がズキズキして思い出せないと、思い出させてあげようか、もう一発ぶん殴って。ほら、二人とも飲みすぎなんだよ。今日はもう帰んな。おい、あんた、大丈夫か？肩貸すから、ちゃんと歩きなって。すまんねえ、いや、若いのに親切な人だ。貸してねえ、肩。俺たちも早く飲みに行こうぜ。オッケー、達成目録と CP の交換ね。あ、CP の交換あったね、確かに前も。どこで区切ろうかな、この動画。What? 全くもって、ケイシから、ハレンチでーす。え？ハレンチじゃないよね。違うよね。あ、違うな。あなた、なかなかナイスパンチを使う。それを酔っ払えてなんて、ファイティングの才能なんだと思ってるのかね、うん、才能？見ての通り、酔っ払いたちは目を覚ませてやっただけだから。飲み残しの酒みたいにもったいないね。せっかくの才能をそんなことに使うなんて。で、見たところあんたは、ジャパニーズマフィアね。あ、すげえ、わかるんだ。まあ、そうだ。ファイトにはそれなりの自信があるみたいだね。武闘派のボーイ。でも、中の捜査主のうちがさ、ボタン配置になれて言わんけ。ボーイだと？あ、お兄さん言ったりとか。そんなに怒らないで。私から見たら生まれたてと変わらないよ。なあ。どうした、キリュウ？何やってんだ？何でもね、すぐに行くよ。面倒な酔っ払いだな。放っておくか。おっさんも飲めすぎには気をつけろよ。じゃあな。おっと、ウェイト！一つだけ忠告があるよ。こっちはダチを待たせるんだ。用があるなら早く行ってくれねえか。おう、これからダッシュと一緒に夜遊びですか。私もボーイくらい若かった頃はいっぱいいっぱい遊んだよ。でも、遊びにばっかりお金を使ってちゃ、いつまで経っても強くなれないね。自分自身にもっとお金を使わなきゃ。ライズアップ？ジムにでも通えってことか？ No. No, それじゃ、遊びに金を使ってるのと同じよ。文字通り自分自身に投資しなきゃダメね。え？自分自身に投資？どういうことだ？オッケー、それじゃあボーイのためにお金の使い方レクチャーしてあげるね。え？今作能力強化ってお金なん？そういうことなん？あ、そういうことなんですね。すげえ。なんか強くなった気がする。もうこれ以上進めれない？あ、進めれないですね。はい、すいません。チュートリアルだもんね。お金をちゃんと自分に投資してトレーニングすれば、その才能はもっと伸びるね。酒と女ばかりに金使っちゃダメよ。うん、なるほど。金を自分に投資。こんな方法で強くなれるとはな。ちょっといい話だったでしょ？まあな。おい、キリュウ、今行く。真面目なこと言ったら酒が冷めちゃってね。飲み直しに行ってくるよ。Good night, boy! Boy, thank you. 名もなき男。
何も知らぬ男、変なおっさんだったな。何者なんだ。行くぞ。ああ、錦そこにおったん？あれ？もっと先に行ってたんじゃなかった？ごめんごめん。どうしようかな。ちょっと何分か見て。こっちだ。何分まで進んでるか見てもいいかな。あ、一回きもうちょいやろうかな。何でしき？来たな。うん、来たよ。ちゃんとついてこいよ。ごめんね。ちょっといいおじさんと遊んでたからさ、ごめんごめん。気をつけろよ。アイコン鍛えろ、錦。いや、カメラ回したかったの。ごめんごめん。電話するよ。で、どこ？どこに行くの、錦。お腹空いちゃったからちゃんとご飯食べれるとこがいいな。たく、相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、このカムロ町って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。は？あじゃないよ。ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？うん、信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。すげえ、どっから出したの？やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。ひでえ。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか？意識の野心家だね。なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。広いんだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お供よ。ブラウン管だ。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？二軒目の…ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。ほら、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。
いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。うん？おめえが下で頑張って風間の親さんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間の親さんの子じゃない、堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。ふん、わかった。今日はとことん付き合うぜ。え、カラオケですか？はい、めっちゃ気抜いてたよ、うち。はい。うわ、やっべえ、わかんねえ。待ってよ。バツと丸がちゃうな、配置が。うちのね、うちのやつはね、パッドはね。わかった。なんとなくわかった。じゃあ、バカみたいでお願いします。バカみたいは何べんか聞いたことある。あ、キリュウちゃん。はしゃいでんねえ。やべ、あーミスっちょる、やっば。バカみたい。あ、やばい、うち子供なの、ね、あー、やばいかもしれん、ごめん。夢を追って傷ついて、やばい、はい、違う。嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えた。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いを避けても歪めない思い出がバカみたい。ごめん、本気でやったんや、本気でやったんや、本気でやったんです、信じてください。はい、違う、わからないです。パッドを見るとダメなんです。やっぱパッド買おうかな、別に。プレイフォーコントローラーやけんね。プレイフォーコントローラーとパッドは違うんだよ。パッドなんだよこれ。あ、ごめんなさい、すいませんでした。ごめん、キリュウちゃん。下手でごめんな。楽しいわ、でも。慣れてきたら多分できるんや。なあ、キリュウ。おめえ、オンチだったんだな。ごめんって。謝ってんじゃん、私が。そう、火落とすなって。何事も練習だ、そのうちきっと上手くなるって。なれるよ、私がパッドになれれば。だといいがな。ねえ、ごめん、キリちゃん。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。
2つだけやボタン2つだけやったらいけた。4つもあるからわからないんだ。どうすればいいんだ。さあ行くか。さあ行くか。分かったよ。分かったよやけど、時間もいい感じなんでね。今回は、あ、ごめん。この辺で終わりたいと思います。こっちだ。次回の動画でこっちだ、こっちだ、うるせえにしに。ごめんって。今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ。